の夏も桜を咲かせたい。こんばんは、春日さくらです。こんばんは、乾夏瀬です。はい、この番組は季節を名前に持つ私たち2人が夏にそよぐ爽やかな風と春のような柔らかい空気を少しでもお届けできたらいいなという番組です。はい、うん、あいや皆さん、うん、私たちのイベントには来てくれましたか？来てくれましたか？ SGF とね、サマーサマーどっちも？そうだね、終わっただよね。終わってるはず、終わってるはず。この時点では SGF しか終わってない、撮影時点では終わってないんですけど、放送される時には、ね、どっちもね、終わってる状態なので、ね、どっちもどうだったかな、ね、ね、SGF はもう終わりましたけど、うん、みんなどうだったか。でもまだ来てくれてない、うん、来てこれなかったよってことも、うんうんうん、アーカイブが残ってるから見てください、見てください。そうだね、どうだった？うん、え、忘れちゃった？忘れちゃったかな。なんか頑張ったんだけどね。あ、なんか私4位だった気がする。まあ、ね、でも、うん、でも別に1位以外は変わらないじゃん。そうね、確かに確かに、2位3位でなんか賞があるわけ、なんかな、あるわけじゃない。あと検査だったよね。そう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 、そうよね。1位がちょっと飛び抜けてただけで、確かに2位3位みたいな1点差とかってよね。そうだね、相川かのたさんがさ、ズバ抜けてたよね。すごかったね。すごい、なんか勝負に強くて、強かった、びっくりしちゃった。途中からさ、なんか私途中まで頭の中で計算してたの、点数を。うん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 。で、あのバトン、うん、バトンのところまではいけそうだったのよ。うん、こうバトンの時点だ、あのバトンキャッチの 時では、うん、私か相川さんのどっちかだろうなって思って、そうだね、そうだね、うん、でこっからの次と次を勝てば1位取れるって思ってたんだけど、うんうん、あっち向いてほいでボロ負けして、あ、もうダメかもって思って。でもなんかファンの方のリプで気づいたんだけど、うん、ソースダービーで私が1位を取ってたら大逆転だったんだって。あ、そっか、じゃあワンチャンあったんだ。そうなの。でもね、2位だからすごいよ。ほこり、夏サクサクの。本当に私が最下位だからさ、いいバランス、いい感じだよ。いやいやいや、4位もすごいって、うん、え？4位ってすごい？だってほら、あっち向いてほいすごかったじゃん。そっか、あれはね、あ、そっか、あれはあれだけだったら2位だったよね。そうだよ。そうだよ。そうだよ。確かに。そっか、じゃあいっか。そうだよ、実質2位だよ。そうだね、うん、結構あれはおって思ったんだけど、ね、カネタさんにも言われたけど、下か左しか向かないって言われて。確かに私一回もお客さんと目合ってないやって思った。それな、はい、ということで今日もハッシュタグ、うん、夏サクサクで盛り上げていただけると嬉しいです。それでは最後までよろしくお願いします。夏も桜を咲かせたい。改めましてこんばんは、春日さくらです。乾夏瀬です。はい、ということで、はい、メール早速読んでいきますか、うん、読んでいきましょう、うん、届いてますからね。どっちから先どうぞ。あ、オッケー、うん、じゃあペンネームソラクラウドさんからいただきました。ありがとうございます。春日さゆねさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。初メールです。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。遅くなってしまいましたが、改めましてお二人とも、先日7月14日日曜日に開催されましたセカンドショットプレゼンツ SGF、のご出演お疲れ様でした。ありがとうございます。今回のイベントで初めてお二人を現地で応援することができ、じゃんけんの前評判と実力がひっくり返っていたり、仲良くふわふわな雰囲気のお二人が可愛くて楽しかったです。嬉しい。ソースダービーでは差し切りミラクルを狙おうとしていた春日さんのギャンブラー精神もかっこよかったです。それな。またステージと客席が近かったので、今回のイベント物販で販売されていた春日さんのクリアファイルを買って応援していたら、たくさんファンサービスを返してくれたのもとても嬉しかったです。とのことです。ありがとうございます。いや、
嬉しい。言っとく？そうだね、初めてお二人を現地で応援することができて、私たちもさ2人で出るの初めてだったから。そうだよね、イベント初めてだよね。そうだから、その初めてのイベントに来ていただいたっていう。嬉しい、ありがとうございます。じゃんけんはね、うん、あの私が本当に今までずっと弱かったんだけど、そう、あのね、今回で覚醒したから、これからはちょっと自信持ってじゃんけん強いです、ね、さっき一回じゃんけんしたら勝ってたんだよね。じゃあグーじゃんけん、はい。あれあ、ちょっと私バラエティ分かってないわいやでもね、私多分ねパー出しがち。あ、本当？さっきねグーだったから。あ、グーだった、確かに。そう、パー出すのやめようパー出すのやめよう。ソースダービーもね、うん、そう、さくらすごかったし、あの賭け精神、大穴を狙いたくなっちゃう気持ちがあるんですよ、うん、すごい。なんか意外とさ、さくらってふわふわ可愛らしい雰囲気だけど、なんか男気がある本当たまに思い切りがいいからかっこいいなって思う。そうなの。あ、さくらファンサしたの？クリアファイル。あ、したかも。なんか結構ファイルとかグッズ持ってくださる方、ね、結構見えてるじゃん、うん、結構すごい見える。奥まで見えるから。そうだから、なんか最後尾の人ぐらいの人がなんかファイル持ってたのも見えたし、うん、えね、意外と見えてるんですよ。そうなんですよ。めちゃくちゃね、多分客席の方たちも私たちの顔結構はっきり見えてると思うんですけど、嬉しかったよね。ねえ、わかる。なんかうちわとかさ持ってる人いた、うん、そうだよね。めっちゃ普通に見えるから、なんか距離が近くていいイベントだったね。ねえ、楽しかった ね。ありがとうございます。イベントもいっぱい来てくださって、ね、すごいよ ね。ありがとうございます。これからもお待ちしてます。お待ちしてますではね、これからもお便りたくさんお待ちしております、うん、宛先はエンディングでお知らせします。はい。桜前線、ベストな睡眠時間は？あ、7時間。7時間。得意料理は？得意料理得意クッキー。クッキー。好きな漫画のジャンルは？ダークファンタジー。スカイダイビングかバンジージャンプやるならどっち？どっちもやだけどスカイダイビング。移動時間の暇つぶしといえば？ピクシブ。はい、ブリッジコーナー桜前線をご覧いただきました。皆さんからの質問に一問一答形式で答えるコーナーです。もう3回目ですが、可愛かったね。ありがとうございます。可愛い。私もね、あれいつも桜の見返すの楽しいから。ちむらちの見てるよ。本当？恥ずかしい可愛い。ちょっと今日ひよったけど。あんな、じゃあ私も、あ、そうだね私もいつもひよっちゃうからそうでもね、うん、結構じらしていこうと思います。そうだね続いてコーナーをお届けします。はい、せーの、格の違いを見せつけたい。おい、2人で協力してさまざまな課題クリアを目指すコーナーです。毎回スタッフさんが設定した基準レベルを超えることができれば、うん、格が1段階昇格、最上段まで上り詰めることができた暁には、うん、ご褒美がもらえるということです。欲しい、頑張ろう。前回1段昇格しましたね、うん、そうだよね。おまけ的な、おまけでね。まあでも1段昇格、ね、昇格したことにはした、ね、なんか首かしげ。あれ？昇格だから、昇格には変わりないからね。そうだよね。そう、まあ、今回もね、また1段昇格目指してまたね、うん、頑張っていこうと思います、ね、じゃあ今回は何するんですか？今回の課題は、はい、ハイ&ノーです。お、とハイ&ノー、一人がある言葉の語尾を肺活量で伸ばし続ける間、うん、もう一人がお題に沿った単語をできるだけ多くホワイトボードに書いていきます。はい。つまり肺活量の肺と脳細胞の脳でハイ&ノーということです。そういうことか。あ、なるほど。これを役割を変えて交互に行い、うんうん、今回の設定基準2人合計で10個を上回ることができれば成功、はい、下回れば失敗です。はい、了解です、うん、なるほどね。例えば、うん、1人が夏も桜を咲かせたいって言ってる間に、うんうん、もう1人が赤いものといえばみたいな感じのお題の言葉を、じゃあ、スイカ、トマトみたいな感じで書いてくっていうことらしいよ。私、肺活量担当の人の声が聞こえなくなったら終了。なるほどです。わかりました。どっち先にやる？あ、どっち先に？じゃんけんで勝ったら肺活量に行こうか。オッケー、最初はグーじゃんけんはい、アイカでしょ。
おっと負けるな。え、これもでもある意味いいんじゃない。そうだね、ある意味。よし、じゃあ肺活量お願いします。あ、まあでも先に終わらせた方がね。あえー、まだそっか。え、本当に自信ない。大丈夫、めっちゃ早く書くよ。本当？うん、頑張って。めっちゃ早く書く。え、それでは肺活量の担当者が言う言葉は、はい、たまやです。おい、たまや。はい、そして書く方のお題が、尻尾のある生き物。じゃあ行きますよ。オッケー、たまやあやばい、な、出てこない出てこない、いっぱいあるのに。ごめん、やばい。そう、うわ、難しいかも。ほんと息続かないんだよね。でもさ、ちりさん4でしょ、うん、あ、そっか、基準が10だから、私が頑張って6個かけたら頑張る頑張る頑張る、そっか、そうだよね。あと6個、頼む。ごめんね、あともう1個持てばよかったね。全然大丈夫、ごめんね。よし、続いては、続いては、じゃあもう持っとかな。どのペン使った。あ、これ使った。よし、では役割を交代します。はい、はい、では次に、肺活量の担当者が言う言葉はありがとうございましたです。じゃあ、各方のお題が、はい、緑の野菜。はい、いくよ。ありがとうございました。私、え、ピーマンだしさ、確かにね、ピーマンだし、しかもう一個かけてればこれあり、ピーマンですよね。ダメダメか。え、ピーマンで分かったよね。え、すごいピーマンだった明らかに間じゃないですかこれえ、そうだよね、ねねね、私がやばいからさ、ピーマンピーマン、え、本当にピーマンだと思った。ピーマンピーマン、ね、ピーマン、すごい。逆に他に浮かばないんだけど、なんかある。緑？緑じゃない野菜の方が少ないか。ネギとか。ネギ、ネギ、でもでも、ほうれん草、確かに。なんでインゲン出てきたんだ逆にすごい、うん、でもでもダメだよ、うん、10個でダメみたい。あれ、あ、そっか、ナッツが4個だった。そうなの。あ、まあ、9個出したね。ダメでした。はい、でも惜しかったね。うん、じゃあ、え、そっか、認められた答えの数はこれ8個ですか。8個。あ、ダメなんですか、ピーマン。そう、ピーマンなのに。そう、どう見たってピーマンなのに。ここが丸でさ。そうだよね、私には伝わったけど。でもまあ、2人合計で8個8個か。ということは昇格ならずです。でんでんでん。はい、ということでね、ちょ、まあまあまあ、でも毎回さ、惜しいよね。そうなんだよね、ちょっと惜しい、ちょっと惜しいんだよね、うん、悔しい。いや、ありがとうございました私。はい、あ、やった、アフタートークでリベンジできるそうです。やった、頑張ろう頑張ろう。え、さくらよくさ、初めからバンって出して続いたよね。うん、確かにちょっとやらかしたなって思った。いや、でも私もちっちゃい声で全然続かなかったから。ちっちゃい声の方が意外とさ、息のコントロールって難しい。確かに息出ちゃうかも。分かる分かる分かる、漏れちゃうよね、うん、次は叫ぼう。そっちの方が意外と難しい、うん、学んだ。よし、じゃあリベンジが待ってるのでねはい、今日は以上、うん、格の違いを見せつけたいでした。でした。夏も桜を咲かせたい。続いてのコーナーはこちらをお送りします。デデン、せーの、夏に桜は咲いているかということで、
世の中には夏に桜が咲くような嘘のような本当のこと、もしくは本当のような嘘が溢れています。そんな、さえばば、そんな世の中に惑わされないために用意された4つのトピックに1つだけ入っている本当のことを見極めるコーナーです。うん、はい。まあね、これは前回も言いましたが、うん、今回の毎回楽しいよ ね楽しい。今回のトピックはね、桜。そうなんですよ。はい、ということで今から紹介する桜にちなんだ話の中に一つだけ本当のことが混ざっているので、うん、2人それぞれ嘘か本当かを予想します。うん、それではトピックを紹介していこうかなと思います。うん、ではトピック1、うん、アニメワンピースの劇場版にエピソードオブチョッパープラス冬に咲く季節の奇跡の桜という作品があるが、実際に冬に咲く桜が存在する。ほう、なるほど。トピック2、桜は英語でチェリーブロッサムというが、その語源は桜の蜜の味とさくらんぼの味が似ていることだと言われている。ふむ、なるほど。トピック3、桜餅に使われている塩漬けにした桜の葉っぱには抗菌作用のあるサクラミンという成分が生成されているため、生成されるため餅の保存状態が良くなる。うん、トピック4、この番組のタイトル春日桜と乾夏音の夏む桜を咲かせたいですが、その番組ロゴに大きく書かれている桜の文字の下は黄色に彩られている。なるほど。それでは、見極めタイムです。文字の下は黄色に彩られている。桜が黄色で書かれてるじゃなくて、うん、桜の文字の下がみたいな入ってるってこと。黄色はあった気がするけど、桜のあったっけ。やばい。まあまあ一からじゃあ考えていくか。うん、アニメワンピースの劇場版にエピソードオブチョッパープラスに、これ違うんじゃない。希少性があった方がさ、うん、なんか確かに奇跡感あるというかさ、奇跡じゃなくなっちゃう、ね、奇跡じゃなくなっちゃうね。桜民って成分、どんな可愛い名前ね。ちょっと嘘っぽいけどね。チェリーブロッサムの語源か。桜の蜜の味とさくらんぼの味が似てる。ありそうじゃない。ありそうね。これ間違えれないよ、番組タイトル。番組タイトル間違え、なんか花火みたいなイラストだったよね。そう、花火がパン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 。夏の桜の桜の文字の下のことに。文字の下、嘘だ。本当ない気がする。なかった、多分。本当にロゴできた時嬉しくてめっちゃ見たけど、やばいこれどういう目ですかでもよ、うん、メタ読みしたらこう、うん、嘘の、うん、嘘じゃない、本当のトピックスって、うん、番組側が制作してるわけでしょ。うん、これっぽくない？お前間違えるんだよみたいな。なんかこれにかけてめっちゃ痛い気持ちもあるよね。あるよね。じゃあ言いましょう。それでは、いやいや答えを発表しましょう。はい、本当だと思うのは、せーの、4。おお、今回揃った。揃った、初めて。ではね、まあなんでか、まあ、あれだよね、これであってほしいなっていうか。そうだね、まあこれであってほしい、であってほしい。ではでは答え合わせです。はい、本当だったのは、1番らしいです。あれ、ごめん、いやごめん、あれ1番か。あれおかしい。ありがとうございます。すいません。うわ、私1番も実はメタ読みしてて、うん、番組側がこう作品名使ってこないんじゃないかなとか思ってたんだよなるほど。一番先に除外してた、頭の中で。いや私ももうね、消えてたよ。本当？うん、いやこれに4番にかけたい思いが強すぎて。あ、黄色ないんだねえ。なるほど。
まあまあまあ、じゃあね、はい、あの解説をね、解説をしていきたいと思います。お願いします。まずは君にあげるキムチなんてないさんからいただきました。ありがとうございます。桜の英語はチェリーブロッサムというが、その語源は桜の蜜の味とさくらんぼの味が似ていることだと言われているは嘘です。あ、でも、うん、理由は書いてない。あ、そっか。ラジオネームマーシャルさんからいただきました。ありがとうございます。桜餅に使われている塩漬けにした桜の葉っぱには抗菌作用のある桜ミンという成分が生成されるため、餅の保存状態が良くなる。桜ミンではなくクマリンという成分だそうです。その名前も可愛いけどね。じゃあ嘘、桜ミンではないだけで一緒、本当ではあるんだね。うん、なるほど。クマリンって名前、なるほど。へえ。でもやっぱあれだね、抗菌作用あるってことだよね。桜の葉っぱにあるのかな、そうっぽいね。わあ、そうなんだ。これから言われたらクマリンっていう あるみたいだよ。確かなんか桜餅のさ、うん、葉っぱの部分苦手な人ってたまにいるじゃん。しょっぱいから。いる。これなんでさ葉っぱついてんのかなとか言って、日持ちよすくなるし。そう、クマリンっていう成分が、ね、抗菌作用があってね。あってね、日持ちよくなるんだね。言おうね。すごい。ラジオネームハマーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組のタイトルは春日さくらと乾夏音の夏も桜を咲かせたいですが、その番組ロゴに大きく書かれている桜の文字の下は黄色に彩られている。これは水色の水玉なので嘘。おかしいな。本当だ。やっぱそうだね。ナチョが黄色だよね。あ、そうだね。私が黄色だ。これあれイメカラとか、そういうことっぽい。そうだよね、私も水色だもんね。そう、あ、そっか、そっかそっか、あ、そうだった気がする。そうだわ。なるほど。メタ読みってするもんじゃないね。本当だ。学んだね。学んだ、学んだね。で本当のやつが、はい、アニメワンピースの劇場版にエピソードオブチョッパープラス、冬に咲く奇跡の桜という作品があるが、うん、実際に冬に咲く桜が存在する。解説、慶応桜という桜は、うん、冬の12月下旬から3月にかけて咲く。すごい。太い幹ではなく細い枝が何本もまとまって一つの株を形成しているため、正月の飾りなどに使われるそうです。すごい。そうなんだ。冬も咲く花あるんだね。あるんだね。奇跡だね。そうだね。奇跡だ。あ、そうなんだ。そうだね。いや、なんかこう見てみたいね。そうだね。普通に見れるのかな、それともなんかこう、確かになんかなんちゃら遺産みたいになってたりとかするのかな。確かに見れない。あ、見れる、見れる。慶応桜ね、いいね。冬の桜って素敵だね。素敵、神秘的、うん、すごい。ということで、このコーナーでは視聴者さんの皆さんから毎回のテーマに沿った嘘を募集します。次回のテーマはお祭りです。はい、うん、私たちを惑わすような本当のような嘘情報を送ってください。お願いします。はい。夏が来る、ついやっちゃう癖とかある？ついやっちゃう癖、手が動いちゃう。自分は何属性だと思う？何属性？光。腕立て何回できますか？10回ぐらい。怖いものは？怖いものは、虫。宝くじで10億円当たったらどうする？お城に住みたい。夏も桜を咲かせたい。お送りしてきました、春日さくらと乾夏音も夏も桜を咲かせたい、エンディングのお時間です。はーい。はい、なっちゅ、はい、一問一答していましたね。していました。なんだっけ、何話してたっけ。怖いものも話してね。怖いもの、私、あ、虫話してたしね、さっきもメイク中に、うん、虫ね、小さい頃は平気だったのにねっていう。わかるよ。でもそろそろセミの時期だね。だいぶ泣いてる。本当？うん、だいぶ泣いてる。セミもわしづかみできてたのにな。他
そう、自分は何属性だと思うってなんか迷っちゃったんだけど。光属性。いやなんかでも実際そうだと思うよ。本当？うん。なんかそう思いついたのがそれだけだったんだけど。逆にさくら何属性？何かな。属性って難しいよね。何属性だろう。でも水か光がいいな。あ、いいね。あ、水。かわいい。炎では絶対ないから。うん、水と光のイメージある、確かに。ほんと？うん。あ、草。草？草属性？水か光かな。え、なんかこの前友達とさ、うん、自分がなんかその RPG みたいなさ、うん、あの異世界に行ったら、うん、なんか何の役職やりたいみたいな話してて、私はあの後方がいいのね。うん、そう、前衛運動神経悪いから、うんうん、前衛だと死んじゃうから、あのヒーラーがやりたくて、はい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 、だったら光属性だね。な、確かに。うわ、ヒーラーすごい解釈一致かも。あ、ほんと？何やりたい？魔法？あー、いいね。ま、でも私も後ろでなんか魔法で援護したいかな。わかるわかるわかる。そう、いいね、うん、なんか異世界転生したいな。ね、異世界転生したら待ってます、いつでも。待ってます、待ってます、待ってます、待ってます。番組続けられなくなっちゃう、声優できなくなっちゃうね。なっちゃう、確かに。急にいなくなってびっくりだよ。確かに。二人が急に失踪したら異世界転生したと思ってください。そうね。あ、そう、ね、お便りも、うん、いろいろお待ちしております、うん、はい。あの、あれか、なっちの、あ、そうなんです、次は誕生日会なので、ね、誕生日会。番組ではね、皆さんからのお便りもお待ちしています。お待ちしてます。はい、普通お便りや番組の感想や私たちへ聞きたいことなど気軽にお送りください、うん、はい。メールテーマ、え、でもさ、うん、あれ、ナチュのお誕生日のやつはもう募集したんだ。まだ募集中？あ、募集中。まだ募集中だそうですので、あの、ぜひぜひ送ってください。お願いします。うん、ミニコーナー、桜前線と夏が来るには、うん、それぞれに一問一答形式の質問を送りください、はい、桜と夏ね、なるべくセットで送っていただけると嬉しいです。はい、そしてメールアドレスは shunka@secondshot.jp です。たくさんのお便りお待ちしております。お待ちしてます。はい、はい、続いて私たち2人からのお知らせです。はい、まず私はですね、うん、GA 文庫の GA 文庫 YouTube チャンネルにてパジャマ、春日さくら、いごまゆるえ、立花あずさのパジャマナイトという番組を配信しております。多分そろそろ第2回が配信されますので、皆さんぜひぜひ見てください。見てください。はい、私は随時 X に投稿しているので、そちらをチェックしていただければと思います。お願いします。お願いします。はい、はい、続いて番組からのお知らせです。はい、先日私たち2人が出演させていただきましたセカンドショット2024新番組コラボサマーの有料アーカイブ配信チケットが配信販売中です。はい、今からでもぜひご覧ください。待ってます。待ってます。はい、はい、この番組の次回の配信は8月14日、うん、22時半からです。お忘れなく。忘れなく。次回はなっちの誕生日をお祝いします。お祝いしていただきます。はい、ありがとうございます。楽しみ、ね、なんかわっちゃわちゃお祝いしたいよね。したい。ではね、本番よりもさらに、夏作が詰まった完全版とアフタートークを、うん、オープンレックセカショゲーム部チャンネル会員限定で配信します、うん、この機会にご登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは、はい、お時間です。お時間です。お相手は春日さくらと乾夏音でした。またね。